海道これだとディフェンス変えてくるかもしれませんね。はい、ね、ここまで北海道がお株を奪われるような形。さあこの中野のスリーはどうか。こちらも決めてきました。橋本が中に入ってキックアウト。で渡してファイパクムル。いや、前節の横浜戦でもああいった形でのスティールがあったんですけれども、ターンオーバーがここはまた続いていくという感じ。テイラーからメイヨダンク。テイラー、柏倉がここはついています。また来るのか。中野がすごい、 いいですね。2本連続これで追いつきます。16対16です。中に入っていく。これは決まらずです。タイプのディフェンスがありました北海道。でもいいドライブでしたね、裏をかいた。ウィリアムズから津原です。ノーミにはぴったり、マッキーがマーク。ノーミが中に入っていくところですが、スティール。さあマッキー、ウィリアムズ。この一連のプレー、マッキーが奪って、バウンズパスでジャワット・ウィリアムズ。最後はレイアップでした。ピックアンドロール、ニック・メイヨ。来ますね、メイヨ選手の通面ゲームからですね。ここ起点になってますね、今ね。下本芝、ここ井川選手ファウルを抑えたいですね。井原と、そしてジャワット・ウィリアムズ、パスを使ってきました。メイヨのダンクです。ウィリアムズ、オシュバンを失礼、アレンをかわしてここは決めてきました。新潟はチームファウルが4つとなります。序盤は少なかったチームファウルではありますけれども、この第3クォーターに入ってからちょっと増えています。バウンドパスからファイパクムールです。田島、そしてテイラーです。ゲンドバックからスピンムーブ。うわー、個人技できました。どっちが決めるかですね。さあ新潟、あっとセントボートボールを落とす。ターンオーバーです。田島から速い攻撃です。テイラー、田島、いやー、うまい動きだ。最後はファイパクムール、うまかったですね。今ファイパクムール、ニクメイヨ、スクリーンを使って決めました。さあここで第4クォーター残り5分切りましたので、オフィシャルタイムアウト。ハンドオフで橋本、そして名誉に渡る。なんとか取る、得点につなげました。まあ、ここはいいと思うので、次のオフェンスですね。はい、